そうですね、センターカウントアップの全国平均見ると、B フラで9000点ぐらい、なので一般的には1万点以上を目指すのがいいんじゃないでしょうか。自分の場合はですね、ジャパンにも参加していますし、1万2000点の SF ライトの平均を今回は突破したいと思います。自己最高は、1万2880点なので、これもぜひとも超えたいと思います。自己新更新して1万3000点チャレンジしたいと思います。これなかったですね。でもいいレースになりました。今回センターカウントアップ何とかプレーして、恐れずに思いっきり投げるのが高得点の秘訣かなと思います。ブルを外しても距離によって、しっかり点数が変わるので、思いっきり投げることがポイントだと思います。まずは1万点目指して頑張りましょう。